ここが事件現場ねということで、真犯人が3つ実況を追加していきたいと思います。私たちはまだ日が昇ったばかりで、湿り気を多く含んだ空気の中、人気の感じられない遊園地へと足を踏み込んだ。遊園地なのここボート乗り場にしか見えないんですけど、やれやれ、超過勤務手当は出るんだろうな。意外だわ、そういうこと気にするんだ。でも当たりきない、やだまり期待しない方がいいわよ。普段の熱血ぶりを考えると、手当よりも事件解決を優先しそうだが。いや、行ってみたかっただけだ。刑事物のドラマなんかだとよく言うだろ。何なんだこいつ。急に刑事かぶれ出してきたな。またか。テレビが彼に与えた影響は大きいらしい。ヤンキーテレビとかあんま見ないんじゃないの？あんま家いないでしょ、ヤンキー。いや、だからこそ逆に今時めったにいない熱血刑事が出来上がったのかもしれない。それはそうと、仏はどこだろうな。セナ君に言われ、周りをぐるりと見渡してみる。また半分こなんでしょ？あのボート乗り場じゃない？ブルーシートで覆われているわ。あそこよ、きっと。よし、行くか。ええ。セナ君と二人、ボート乗り場へと向かう。途端に朝の空気に混じってわずかな、そして不快な匂いが鼻をつく。またこの匂いか。間違いなさそうだな、こりゃ。セナ君が顔をしかめ、口元を手で覆った。ボート乗り場に近づくごとに匂いは強まる一方だ。そしてボート乗り場にかけられたブルーシートをめくり、中を覗き込む。ボートに半分です。うわー、しかもこういうボートかよ。うわー、これはこいつはひどいな。一言絞り出した後、セナ君が息を呑む。遺体はスワンボートに乗せられていた。ボートの座席は遺体から流れ出たとおぼしき血液で真っ赤に塗られていた。そしてその遺体は、今度は上、ああそういうタイプの半分子ですか。今度は上半身だけか。うわー、こりゃきちい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 。これちょっとモザイク処理必要だな。胴体部分、おそらくへその下あたりから切断されたのだろう。下半身がなく、上半身だけが座席に乗せられていた。ご丁寧に遺体の手をボートのハンドルにつかまらせて。この遺体もまた切断面に合わせて切り取られた衣服を着せられているようだ。切断面からはみ出た内臓のために分かりづらいが、明らかにセーラー服の裾が短いし、少しギザギザしているように見える。ボート乗り場の桟橋には、別の血だまりがあり、スワンボートへと引きずったらしき血の跡もある。下半身が見当たらないのは犯人が持ち去ったからだろうか。昨日の被害者と同じく制服を着ているので、遠目にはボートに乗って遊んでいるようにも見えるだろう。これ第一発見者マージできちいって。この奇妙さ、遺体を両断する手口、そして現場に残された被害者の半身、私の脳裏には確信めいたものがあった。いやー、これはちょっと注意書き必要ですね。同一犯かしらね。いやー、俺グロいのはまあまあ多分普通ぐらいだと思うんだけど、体勢臓物はちょっときちいな。だろうな、こんなやり口そうそうあるもんじゃねえ。昨日の事件については厳しい報道管制が敷かれているはず。セナ君の言う通り、模倣犯の可能性は低いだろう。パッと見、今回もゲソ痕はなさそうだな。前回も今回も犯人は血まみれだろうに、どうやったら痕跡を残さずにこんなことができんだ。そうね、都市伝説に引っ掛けて鏡の悪魔と言いたくなるセナ君の意見にも同意できてしまう。手口の残虐さと一切の痕跡を残さない鮮やかさ、犯人は人間に間違いないとしても十分に悪魔的だ。もう人間じゃないでしょこんなの。それにしても、なんだって犯人の野郎はわざわざこんな手の込んだ真似をしやがるんだ。セナ君、犯人を男と決めつけるには時期尚早よ。あ、なんだよ、鏡の方の件といい、この件といい、女一人の力じゃ無理だろう。そもそも一人とは限らないわよ。こんなことができる人間が何人もいるとは考えたくないが、一人で行うには少し荷が勝ちすぎるだろう。しかし逆に考えると、複数いた場合には如月先生が言うところの美学も複数なければならない。第一と第二の被害者の異様な姿からはそんな風には感じられない、少しもブレがないような気がする。一旦整理してみよう。遺体に対する美学とは、まずは遺体に対する姿勢からだ。
公園で発見された遺体とこの遊園地で発見された遺体、共通する部分がいくつかある、切り方は多少違えど遺体を両断している点、そして遺体が衣服を着ている点だ。これらのことを鑑みると犯人が遺体に対してどういう姿勢かが浮かんでくる。丁寧に扱っている、もてあそんでいる、雑、いやまあ俺は丁寧だと感じたけどね。殺害方法こそ残虐極まりないが、その後の扱いは嫌に丁寧だ。現場に残された遺体の半身はどちらも生きているように見える細工を施されていた。最初は、鏡写しで生前の姿を再現し、今回はボートの座席に乗せた。遠目には遊んでいるかのように見える。そこには如月先生が言っていたように、犯人なりの美学なようなものを感じなくもない。いずれにしても粗雑に扱ってはいない。遺体を人目にさらすだけなら、そのあたりの道路にでも放り投げておけばいい。言い方言い方よ。あんな方法でショーアップする必要性など本来はないはずだ。考えようによっては殺害方法だって手間がかかっている。すなわち丁寧だと言えないこともない。意識を失う程度の植物毒を飲ませ、その上で殺害するなど手間ばかりだ。そして遺体を丁寧に扱っていると言い切れる根拠はまだある。それはなんだ、服か、遺体の着衣かな。それは遺体に着せられた着衣だ。一旦脱がせたはずの服を被害者たちに合わせて裁断し、その後でわざわざ着せている事実が決して遺体を侮辱するわけではないと物語っている。もし侮辱する意図なら脱がしたままにするんじゃないだろうか。大昔には敵対する人間を殺害した後でわざとボロボロの衣服などを着せて恥ずかしめた例などもあったと聞いたが、今回の事件はそれに当てはまらないように思う。服を着たのもボロにするためではなさそうだし、すなわち犯人は被害者たちに対しての悪意を持っていなかったと考えられる。だとすれば犯人が被害者に対してなぜそんな手間をかけたのかも見えてくる。それは愛情があるから大切に思っていた、フェミニストだから。フェミニストって俺いまいち分かってないんだよな、どういうことなのか。フェミニストってなんだ後で調べとこ。愛情があるから、大切、もう愛情があるからと大切に思っていた、あんまり大切ない気がするけどね。愛情なのかな。被害者たちに対し愛情があったからだ。あえて鏡に貼り付けるなどの行動を好意的に解釈するなら、生きているかのように見せる努力をしているようにも思える。つまり犯人は殺害せねばならなかったにせよ、無残な姿をそのままにしておきたくなかった。フェミニストって女性に対するなんかだよね。まだ断定はできないが、何かしら強い関心があったことは間違いない。そして遺体の扱いから言って、少なくとも悪意や害意ではないはず。そこから導き出される答えは、顔見知りの犯行、どっちなんだろうな、これは難しいよな。いやでもストーカーだったらここまで綺麗に扱わないんじゃないかなって思うけどね。ストーカーが人を殺す場合って多分憎悪とかだよね。憎悪だったらこんなに綺麗にするとは思えないんだよな。憎悪怨恨とかだったらね、顔見知りじゃない？顔見知りの犯行だ。それも非常に親しい間柄だと考えられる。少なくとも相手を問わない無差別殺人ではない。それは断言できる。今のところ被害者に共通しているのは女性であるという点だけだが、現場検証や検視が済めばもっと見つかるかもしれない。もう見せなくていいからね。辻褄は合う。遺体から感じる美学から考えると複数犯とは思えない。そして親しい間柄であれば犯行の労力は少なくなり、単独犯、もしもそれが女性であっても可能かもしれない。被害者たちを無理やり事件現場に連れて行くなら移動手段や腕力が必要不可欠だが、親しい間柄だとしたら話は別だ。理由をつけて被害者と一緒に現場まで移動すれば腕力なんて全く必要ないのだから。それにトリカブトとダチラを混ぜた毒だって親しい間柄ならば飲ませるのもわけはない。現場まで来てから毒を混ぜた飲み物やお菓子などを差し出せば疑いもなく口にするだろう。でもトリカブトって味とかないのかな。苦味とかありそうだけどね。さすがに飲んだことないからわかんないんだけどそして混沌した被害者を両断する。ち、やはり来ていたか。
ここで何をしている一つしかないだろ、こんなとこにいんの。理由なんて、遊びで来てると思うのか。急に話しかけられ、思考が中断する。声の方に目を向ければ、捜査一課のエースコンビが無表情で立っていた。事件捜査に決まってんだろ、他に何があるってんだよ。俺たちの邪魔だ。いつもそうだろ。んだと?始まってしまった。完全にパターン化している。またどうせ怪奇現象なの、都市伝説なのと騒ぐつもりなのだろ。いえ、そう断定するつもりは。この事件は異常者による儀式殺人だ。見たまえ、この被害者の無残な姿を。ああ、儀式殺人ね。それは全然ありえそうだけど、もういいって。きちいきちいっす。被害者たちは、体を両断され、半身を持ち去られている。これが儀式殺人でなくて、何だと言うんだ。そっちこそ決めつけんじゃねえよ。てか、この子、ちょっと顔大きいね。仏さんに言うことじゃないけど。だが、ただ殺すのではなく、殺害の前にも後にも、持って回った妙な手順を踏んでいるのは確かだろう。高潔警部の言う通り、犯行の異常性と一方で美学すら感じさせる手の込みようは、確かに儀式殺人の可能性を指しているようにも見える。しかし、あくまでもそれは、科学的見地からのアプローチ。それだけでは、この事件の全容はわからないのではないか。そんな気がしてならない。こんなとこ小暮くんが来てたら、死んでるだろうな。そのまま池にダイブだろうな。もしも私の推理通り、犯人が被害者たちの顔見知りで親しい間柄だとするならば、それらも違って見え。ふと違和感に気づく。この現場、何かおかしい。さっきまでと何かが違う。何?現場を見回すと、ある人物と目線があった。うわ、嘘やろ?遺体が、なんだと?目が開いている？あ、今もう血の気が引くってこういうことなんやなっていうぐらい血の気が引いたわ今。ひいや、それだけではない。目が、遺体の濁りかけた目が私の方を見ている。これは怖い。こんなことって。キューッと喉の奥が締め付けられ、言葉が出てこない。こっちみんな。動いてる、動いてる。なんでなんで、なんで。遺体はそんな私と目を合わせたまま口をパクパクと動かす。普通に喘いでいるようにも何事かを言葉にしているようにも見える。こんなことある。こっちみんなし。そして止まったな。口を中途半端に開いたまま目から光が失われていた。生きてたってこと。まだ。いや、でも上半身だけならワンチャンあんの?いや、ないよな、さすがに。普通、いくら心臓と脳が残ってるとはいえ、まさか、まだ生きていた。見殺しにしてしまった?いや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 。私は目の前の人間をまた救えなかった?もう急になんかそんなデリケートな感じになっちゃうの?そんなはずがない。この被害者は発見から数時間も経過している。こんな状態で生きていられるはずが。私の心情など知るべくもないはずだが、新見警部補がやけに大きな声で否定した。じゃあ、一体どうして動いたんだよ。あ、本当に動いたんだ。みんな見てるってことだもんね。死後硬直の反応だ。それ以外説明できるか?なわけねえだろ。世の中には仮想にする際に遺体が動いた例もある。それは熱による収縮と膨張の相互作用によるものだ。遺体発見時と違い、今日は日が昇って、この辺りの気温も上がってきているんだ。そういった現象が起きても仕方おかしくはない。ああ、びっくりした。知識を総動員して、今起きた出来事への説明を口にする新見警部補。しかし彼は目の前で起こったことを自分の知る科学的な根拠に当てはめようとしているに過ぎない。そう思い至った途端、頭がスーッと冷静になっていくのを感じた。俺逆にさ、こういうことが起こったのを目の当たりにした時に科学的に説明しようとする人はめちゃくちゃ冷静な人だなって思うけどね。理知的な人だなって思うわ。なんかこんな現象起こったら普通オカルトの方面に当てはめそうだけどね、いくら信じてなくても。そしてこの人たちではこの事件を解決できない。そう確信めいたものを感じた。いやでもゲームオーバーでは解決してましたけどね。臆することはない。自分が信じた道を突き進もう。私には何か訴えかけているように見えました。命は救えなかったかもしれない。だが、いや、だからこそ、せめて魂は救ってあげたい。
オカルトだと断じられても目の前で起こったことを信じ受け止めて調査するべきだ。セナ君があの単価を切った時もこんな気持ちだったのだろうか。これだからお前たちを捜査に参加させるのは嫌だったんだ。いや、俺は大村と同意見だ。ビビっちまって目が離せなかったんだが、今思えば確かに喋ってたように。遺体が喋るわけないだろ、バカバカしい。お前たちには警察よりも病院がお似合いのようだ。もちろん患者としてな。罵倒のバリエーションが豊富ですね。予想通りの反応だ。王傑警部、あなた方はこの事件を儀式殺人として追っているんですよね。ああ、それがどうした。まさか魔力で遺体が動いたなどと言い出すんじゃないだろうな。確かに俺たちは儀式殺人の線で星を追っている。だがそれはあくまで現実に存在する異常者による犯行という意味でだ。捜査にファンタジーの世界を持ち込む気はない。高潔警部の言うことはもっともだ。本来警察官たるものを現実的かつ科学的に事件と向き合うべきだ。しかし私はかつて常識が通用しない異常な事件を体験した。あれ、でも人間だったよ。ブラインドマンはめちゃくちゃ人間だったよ。あの時私は未熟さゆえに警察官としての義務を果たしきれなかった。そして結果として多くのものを失った。なんなら課長は生きてるからな。私は知っている。自分の狭い常識だけで物事を測ってはいけない。この世には常識では測れない怪異が確かに存在する。そしてそれを解決するために必要なものは勇気なのだ。うわー怖っ。こっち見んな。いや、やってくるかなって思ったんだよ今。今のビビりで済んだのはやってくるかなって思ったんだよ。遊園地の一件が通報されてから早数時間、すっかり日は高くなり気温もかなり上昇した。いつもだったら多分今のタイミング新入り神2って出るからね。あの後遊園地スタッフに聞き込みを行ったが有力な手がかりは得られなかった。遊園地スタッフ全員が退勤したのは昨夜20時頃。その後忘れ物を取りに戻ったスタッフが今日の未明1時頃に遺体、いや被害者を発見した。間違いなく犯行はその約5時間の間に行われた。それ以前はまだ勤務時間内だ。現したボートに人影があれば誰かしら気づくだろう。だが得られた情報はそれだけ。科捜研で何か有力な手がかりが得られるといいんだけど。いやー、なんかこういうゲームとかやってたらさ、夜中に警備する人とかの仕事ってすげえなって思うよね。絶対したくないよね。そんなことを考えていると科捜研の入り口が静かに開き、九段の王子様が姿を現した。病院とかやっぱ出るって友達の看護師とかも言ってたもんな。相変わらずのスーツ姿に無表情。やはり目には何の感情も映っていない。よう、メトロポリマン。おい、てめえ、ちょっと話聞かせろや。すかさずセナ君が声をかける。以前、今度会ったら人道をかけてやると言っていたが、実行するつもりのようだ。止める理由はない。なぜここにいるのか、事件とどんな関係があるのか、私も気になる。おい、聞いてんのか？ちょっと話聞かせろっつってんだよ。フェラーリ。しかし王子様はセナ君の声を無視。まるで聞こえていないかのように駐車場に停めてあった赤い高級車へさっと乗り込んでしまった。てめ、待てこれ。セナ君の怒鳴り声をかき消すように王子様の乗り込んだ赤いスポーツカーはエンジン音のうなりを上げさっさと走り去ってしまった。畜生、気取ったもんに乗りやがって。刑事としてだけでなく個人的な理由を感じるのは気のせいだろうか。まあ確かにね、男性としてのコンプレックスを感じるね、セナ君からは。ほんと何者かしらね。日本でフェラーリなんか乗っててもかっこよく見せる場所ないでしょ。王子様の正体は全くつかめていない。だが私たちの想像もつかないような大きな力が動いてるのではないか、そんな気がする。あの見た目でねえ、バンとか乗ってたら嫌だけど、ちょっとK とかね。あら、いらっしゃい。科捜研のラボに入ると如月先生がいつものノリで迎えてくれた。一応例の王子様について聞いてみるか。あの先生、今ここに金髪の王子様が来ていませんでした？金髪の王子様と言葉にすると妙に気恥ずかしいが、他に形容できないのだから仕方がない。そんな極上の獲物が来たなら逃がすわけないでしょ。お、来てないんだ。
冗談なのか真面目なのか笑顔からは読み取れない。知っていてごまかしているのか知らないのか。しかしでかいな今日も。そりゃそうだ、ここは姉さんの巣だもんな。誰がジョローグモだって。言ってない言ってない言ってない。意外に自意識過剰か。誰もそこまで言ってねえし。追求しても無駄のようだ。本来の要件に戻ろう。いえ、忘れてください。それより検視報告を伺いたいんですが。そうだったぜ。あの野郎のせいですっかり忘れてた。忘れてたんかい。それでいいのか、アイゼン刑事。早朝に見つかったやつね。もちろん完了してるわよ。では、最初に一つ質問があります。あの被害者は生きていたんですか？現場での顛末、聞いたわ。答えははいといいえ。なんだそりゃ。生物学的にという意味ならはい。死後変化の様子から判断するとね。やはりそうだったのか。いいえというのは、意識があったかという意味ではいいえ。体はかろうじて生きていたけど脳はとっくに死んでいたと思うわ。そうですか。でもよ、俺たちは確かに外者が喋ったように見えたぜ。科学的にはありえないわね。でも人体は時として科学では測ることのできない何かを引き起こすこともあるわ。いや、まあ言いたいことはわかるんだけど、最後の力を振り絞って俺たちにダイイングメッセージを残してくれたってことか。いやー、でもこれ被害者がさ、なんかなんていうのかな、嫌で死んだとは限らないよね。瀬名君らしい解釈だ。だがその前向きさは私にとって救いなのかもしれない。オムナちゃん、気に病んでない？あんなもん見たらね、気にも病みますよ。まるで見透かすようなことを言う。確かにそういう気持ちはある。だが今するべきは悔やむことじゃなくて犯人を追い詰めることですから。そう決意したのだから。いい顔するじゃない。食べちゃいたくなるわ。茶化さないでください。あら、本気よ。7割くらい。半分冗談より上なのか。で、おい、そんなことより検視報告を聞かせてくれよ。なんでちょっと顔赤らめてんだよ。どうやらセナ君には刺激が強すぎるみたいだし、続きはまた今度ね。うん？いえ、遠慮しておきます。まったくこの人は。あ、いつもの二人？あ、来た来た。キサラギ先生、遺体の検視報告を。なんだ、またお前たちか。どうして行く先々で出くわすんだ。やるべきことが同じだからだよ。俺たちだって刑事だぜ。科捜研にいちゃ悪いのかよ。確かに小僧の言う通りではあるな。そうそう、物分かりが良くなったな、おっさん。高潔さんは割と物分かりいいでしょ、もともと。そんな、マサさんまで。いちいち突っかかるな、慎太郎。時間の無駄だ。セナ君を認めたというより、そっちが本音らしい。別に認めてないわけでもないでしょ、多分。セナ君のこと。同じ刑事なんだから、多少の敬意はあると思うけどね。まあ、私としても、そうしてくれた方が話がそれなくてありがたい。じゃ、役者が揃ったところで、改めて検視の結果についてね。例の毒は検出されたし、傷口から見ても、凶器も同じ。そして、やり口も全く一緒。同一犯と見て間違いないわ。やっぱそうか。連続猟奇殺人で決まりってわけだな。前の被害者と同様、身元を示す所持品はなかったけど、制服を着てたことと上半身が無事だったことが幸いして、今回は割と簡単に身元が判明したわ。被害者は増田亜美、18歳。遊園地のあった G 市に住む高校生よ。前回といい今回といい、なぜ犯人はこんな殺し方をするんでしょうか。そこの連中によれば儀式殺人だねえかってことらしいがよ。他にどう説明する？確かにそうね。前回と今回、切り口がそう違いど、犯人の手口はお手本をなぞったかのように同一だわ。そもそも儀式とは宗教における特別な行事を指す言葉。その際の所作は全て厳格に決められており、それにのっとって執り行われるものよ。故に信仰や宗教に基づき、一定のルールで行われる殺人が儀式殺人となるわけだけど、今回のケースはその可能性が高いと言えるわね。しかしよ、そんな物騒な宗教、実在すんのか？俺が知ってる宗教はそんなことしそうにねえが。そりゃメジャーな宗教の話でしょ？イワシの頭も心身、個々人レベルの信仰や宗教なんていくらでもあるわよ。海外なんかじゃ悪魔崇拝者が少年少女を誘拐し殺害、そして儀式と称してその遺体を焼いて食べたなんて事件があったわね。知っています。ロシアの事件でしたね、それは。
殺害後666回ナイフで突き刺した後で解体、かがり火で焼い焚き火か焚き火で焼いた後で食したとか。やはり新見警部補が対抗してきた。知識で負けるのは我慢ならないらしい。特に敬愛する高潔警部の前では。なんだなんだ、カップリングか。悪魔が相手でも信仰は信仰ということだ。ええ、悪魔崇拝者による儀式殺人とされる事件は、欧米ではそこそこの頻度で起きています。古い時代の宗教に見られる生贄や瞳悟空なども現代の定義に照らし合わせれば儀式殺人と言えるでしょうね。まあ、それ もう儀式殺人って単語がもうそこそこオカルトだけどね。しんちゃんってばムキになっちゃってかわいい。ムキになってなど一体何をおっしゃってるのやら。いやいや、バレバレですからかわいいな。ちなみに姉さん、日本じゃどうなんだ。他に儀式殺人の例なんかはあるのか。ありそう。そうね、日本ではめったにないな。ないんだ。おい、てめえには聞いてねえぞ。割り込む新見警部補にセナ君が威嚇する。そんな様子にニヤニヤしながら如月先生が言う。まあ当然のことよね。官僚組織である警察はオカルトを認めないでしょ。過去にあったとしても揉み消している可能性大ね。日本で儀式殺人が起きたとしても供述書になどと意味不明な供述をしておりとか書いておしまいだもの。せいぜいマスコミなんかが面白おかしく報道してそれを聞いた人々が噂をする程度じゃない。それこそ都市伝説としてね。事実を事実として公表できねえなんて情けねえな、日本の警察はよ。耳の痛い話だ。昔首都圏で起きた幼い少女の連続誘拐事件、殺人事件なんかは現代日本じゃ珍しく明確に儀式殺人と言える事件ね。犯人は亡くなった祖父を蘇らせる儀式を行うために少女たちを殺害していたそうだから。流行り神のあれは2だっけ、夏休みのなんかホテルに泊まりに行った事件とか、あれ結構儀式殺人っぽかったけどね。しんちゃんもよく覚えてるんじゃない。事件当時被害者と同年代だったでしょ。ええ、まあ暗に警察組織の限界をほのめかされたのと、如月先生に知識で及ばなかったこともダブルパンチで新見警部補はすっかり勢いをなくしている。おう、いやもういい、手がかりは見つかった。死んだろ、第二の被害者宅へ行くぞ。はい。楽しい時間はあっという間ね。何が楽しいんだよ。楽しんでいるのはあなただけだと思います。どうするよ、俺たちも行くか。え、そうね。私は犯人が顔見知りじゃないかと思ってる。だから被害者宅に行けば何かつかめるかも。顔見知り？ええ、根拠は。おのに。言いかけたところで着信音らしきものが鳴り始めた。私じゃない。セナ君も顔からすると違うようだ。あ、ちょっと失礼。はい、キサラギよ。キサラギ先生の携帯か。あら、見つかったのね。ええ、わかったわ。ありがとう。携帯電話を切り、先生がこちらへと向き直る。第三、今鑑識からの電話だったんだけど、最初の被害者、身元がわかったそうよ。おう。誰？いや、この微妙な暗転もう怖えわ。如月先生に情報をもらい、私は瀬名君に犯人は顔見知りとした推理を道中話しつつ、最初の被害者宅へと向かっていったということで、今回こんなもんで終わっときますか。もう十分怖い思いしたんで。私かい。いやー、これ精神的にもいろいろ来るな。血が足りねえわ、このゲーム。ありがとうございました。またね。